2017年撮影ジャミラ・ブーパ社はアルジェリアの独立運動家。愛称はジャミラ。アルジェリアに駐留するフランス当局から非人道的な拷問を受け、これに対する抗議運動によってアルジェリアでフランスが行っていた人権蹂躙が明らかとなり、アルジェリア独立に大きな影響を与えた。ここではこの事件を中心に記述する。1959年9月、 独立戦争下にあったフランス領アルジェリアの首都アルジェで爆弾テイロミスイ事件が発生した。フランス警察はアルジェリア民族解放戦線のメンバー、ジャミラを事件の容疑者として逮捕、連行した。ジャミラは無実を主張したが、アルジェリアに駐留するフランス警察とラッカーさん部隊はジャミラに対し電気ショック、地への便挿入などの精算な拷問を連日に 渡って加え続けた。そのためジャミラは、数日間、意識不明に陥る。この事実を知った FLN の顧問弁護士、ジゼル・アリミは、フランス当局に反則提起、抗議運動を開始した。翌年、アリミの友人であるシモーヌ・ド・ボーヴォワールが、ポア・ジャミラ・ボーパチャと題する手記を、ルモンド・が見に寄稿した。フランス当局の非人道的な行為は、フランス国民に、 大きな衝撃をもって知られることになった。これを契機に、アリミとボーヴォワールが中心となって開始された。抗議運動は、急速に発展。フランソワーズ・サガンダの文化人も参加し、2年以上に、渡った裁判はフランスだけでなく、全世界からの注目を集めた。1954年、第二次世界大戦後のアジアで起こった、民族独立の動きに触発された。 アルジェリアの独立派勢力がアルジェリア民族解放戦線を結成、武力闘争による独立運動が本格化した。 同年、これに対抗するフランス現地中流軍との間で戦争状態に入る。FLN が都市部で爆弾テロ闘争を行う一方、フランス現地中流軍は FLN の本拠地とされる農村部で現地住民を虐殺した。さらに1958年3月には政府のアルジェリア政策に不満を募らせた軍がクーデターを起こすなど、事態は 泥沼化した。このような状況下で、ジャミラ・ブーパ社連行、拷問事件は発生した。1958年、フランス大統領に就任したシャルル・ド・ゴールは、民族自決の流れを止めることは不可能と判断、アルジェリア独立を承認する姿勢を示した。アルジェリア領有継続派はこれに強行に反対し、ド・ゴール暗殺計画を含むテロ行為を行ったが、 1962年3月にエビアン協定が締結され和平が成立。この協定に従い、ジャミラは釈放された。同年7月、アルジェリアは独立を達成する。1960年当時のフランス国内では、アルジェリア独立戦争の長期化、泥沼化に起因する沿線気分が広がっていた。それに加え、この事件に対してフランスだけでなく、 国外からも行われた強い批判及び領有継続派が行ったテロ行為による治安への不安はアルジェリア独立を肯定する世論形成に大きな影響を与え1961年6月に行われたフランス国民投票では75%がアルジェリアの民族自決を支持するに至る。ドゴールはこうした国民世論の支持を受けアルジェリア独立政策を推進した。 以下では、日本で出版されたものを記すにとどめる。ウルトラマン研究特本2013、PP170 から171、エピソードガイド第23話故郷は地球。ありがとうございます。